去年チーム2度目の決勝進出を果たした桐蔭学園。相手は史上最強と言われた東福岡。結果は31対5で完敗。高校ラグビー最高の舞台で初優勝に一歩届きませんでした。そうですね、来年また後輩たちが今度は優勝してくれると思うので頑張ってもらいたいです。本当に素晴らしいゲームでした。はい、ありがとうございました。あの日から打倒東福岡を胸に厳しい練習を積み重ねてきた桐蔭学園。自分たちの信じるスタイルを貫き通し、悲願の初優勝をつかみ取るという聖地花園での忘れ物を取り、部員85人の戦いは始まりました。東福岡との、まあ、1年前の試合もですね、本当はまあ同じようなゲームプランをやろうという話はしてたんですけども、まあ、現実的には最後までやりきれなかったというか、まあ、相手が強かったというのが現状と思います。まあ、ラグビーというのはボールの、ボール、まあ、ボール競技とそれからの格闘技という部分2つが大きく分かれてありますけども、まあ、その部分、まあ、どちらをうまくバランスよくやっていくかということで、まずうちは小さいので、まあ、ボールスキルの部分ですね、そこを徹底してやったということと、それから15人いますので、まあ、状況判断というのはかなり重要になってくるスポーツです。でその部分を大きく磨いてきたというふうに思います。前の年の決勝が終わって、やっぱり今年はその前の年の先輩を超えるんだっていうのをみんなで話して、やっぱり重欲合成っていうそのスローガンを掲げて、やっぱり毎年ちっちゃいチームなんで、やっぱり大きいチームにどう勝つかっていうのをやっぱり1年間みんなで考えて、花園への第一歩、県予選を危なげなく勝ち上がった桐蔭学園、堂々東の A シードとして花園ラグビー場へ帰ってきました。今年のチームは小倉キャプテンを中心に自陣からでも攻め続けるつなぐラグビーで頂点を目指します。2回戦から登場した桐蔭学園はウイング竹中の独走トライなど13トライと好調なスタート。長野県代表の岡谷工業を81対10の大差で下し、3回戦へ駒を進めます。続く3回戦、激戦地茨城県代表の常総学院戦。相手のモール攻撃に苦しむ場面もありましたが、フォワードが奮起、フランカー伊佐山の2トライなど合計8つのトライで52対26と大勝。そして初優勝への大きな鍵となった地元大阪の東海大仰星との準々決勝。やはりもう試合終始ですね、60分間のうち50分間支配されたゲームでした。残りの10分間でようやく桐蔭本来のゲームになってきて、一時は逆転という形で、まあ、最後こそゴールキック外れて勝ちましたけども、まあ、非常に苦しい試合だったと思います。全国での優勝経験がある強豪相手に残り時間3分で逆転しますが、ロスタイムに手痛い反則、決められれば負け、絶体絶命のペナルティーゴールに勝敗がかかります。放物線は右にそれ、27対26と1点差での勝利。この試合を戦ったことが桐蔭学園の初優勝への大きなステップとなりました。そうですね、やはりもう優勝したような表情でしたから、我々も大きな壁だと思ってましたので、大阪の場所でですね、大阪のチームに勝つというのは非常に難しいことでもありますし、我々にとってもそれは大きな目標でもありました。5日に行われた準決勝、対戦相手は去年の準決勝と同じ西の A シード大阪朝鮮。2戦続けて地元大阪の高校を相手にした戦いで、チームを勝利に導いたのはエースのフルバック松島幸太郎のランニングでした。終盤のピンチもセンター浜野の強烈なタックルからのこぼれ球を拾い、なんと100メートル近くを走り切り、値千金ダメ押しのトライを奪います。粘る相手を振り切り、去年の借りを返す舞台、3度目の決勝戦へ勝ち上がりました。2年連続で決勝に進めたっていうことはすごく嬉しいことなので、今年1年間目標がやっぱり全国優勝っていうのがあったので、やっぱりそれに向けてやってきたことが間違ってなかったっていうのがあるので、しっかりと一生戦いたいと思います。
決勝戦前日、神戸市内のグラウンドでおよそ2時間の最終調整を行った桐蔭学園。いよいよ明日は泣いても笑っても高校生活最後の試合、メンバー外を含む全ての部員が結束し勝利だけを目指します。楽しみなところがあります。自分たちがやってきたことをやっぱ出し切っていきたいので、やっぱその相手には東福岡はやっぱ最高の相手だと思ってます。やっぱり今1年間あの日でも強くを晴らすためにやってきたので、まあ、絶対に勝ちたいっていう気持ちが大きいです。桐蔭は展開力があるので、まあ、走ってトライを取ると思います。勝っても負けても引退っていうのが、はい、決勝戦なので、まあ、そこまで来れたのが一番嬉しいんですけど、やっぱ勝って終わりたいっていうのが、はい、あります。柔よく豪を制す、小さいチームが大きな相手を倒すこと、宿敵東福岡にリベンジする時がいよいよやってきました。藤原監督は部員たちに秘密にしていたことがありました。一昨年から自身がガンと戦いながらチームの指揮を取っていたのです。部員たちを動揺させないため決してそのことは口にしませんでした。正式にこう、まあ、病気自体が分かったのは一昨年の、まあ、6月だったんですけども、まあ、ラグビーとはですね、まあ、基本的にはかけ離れたことですので、まあ、彼らに言うことも別にないですし、それは私の中で紹介していけばいいかなというふうに思ってました。やはり花園中に知ったので、やっぱり藤原先生はわざと自分たちに言わないでおいたっていうのは、やっぱり自分たちにラグビー集中してほしいっていうのがあったからだと思うので、やっぱりそこはやっぱ藤原先生に感謝だと思います。多分大会の決勝戦の前だったと思いますね。新聞社が発表になりましたので、彼らにまあ勇気づけられたというのは確かだと思います。決勝の相手は因縁の対戦、高校日本代表候補9人を擁し、公式戦では2年以上負けていない東福岡。桐蔭学園は自慢の高速バックスが威力を発揮します。5点を先制された直後の前半7分、松島がこぼれ球に反応して独走トライを決め同点に追いつくと、14分と17分にはもう一人の切り札竹中が右サイドを駆け抜けて2トライを重ね、チームを勢いに乗せます。追加点が欲しい桐蔭学園は前半終了間際の29分に相手ディフェンスが外を向いているのをキャプテン小倉が見逃さず、縦への突進からトライを決め14点のリードを奪います。そうですね、前の年全くそうですね、歯が立たなかったっていうのは、はい、自分たちのイメージあって、やっぱり今年は全然隙のないチームではなかったので、東福岡の方が、なのでやっぱりその弱点を見つけてそこを攻められたのが、はい、こういう結果になったと思います。後半に入っても守りに入らず果敢に攻める桐蔭学園は後半2分、スクラムから松島、竹中のホットラインで欲しかった追加点を最高の形で奪います。フォワードのサイズが全然違う中で、フォワードが一生懸命体を張ってボールを外に出してくれてるんで、やっぱそういう点で自分は絶対トライを取り切らなきゃいけないっていう責任がやっぱ自然と出てくると思うんで、あとはもうボールを持ったらひたすら前にっていうことだけを意識しました。ここから東福岡の戦術が一変します。パスの回数を極力減らし、平均体重で1人当たり5キロ以上重いフォワードを前面に押し出した戦い方で攻撃。24分にはついに1トライ1ゴールの7点差まで詰め寄られます。優勝まであと1分と迫った後半29分、必死の桐蔭学園ディフェンスでしたが、ここまでギリギリのところで割らせなかったゴールラインをついに東福岡へ明け渡してしまいます。ゴールキックも決まり、とうとう土壇場で同点に。勝利を信じて死力を尽くす両校、意地と意地がぶつかり合う壮絶な戦いを観客も固唾を飲んで見守ります。しかし31対31、決着がつかぬままノーサイド。
この瞬間、桐蔭学園の全国初制覇は63年ぶりの引き分けによる両校優勝という幕切れで、相模大工業以来16年ぶりに優勝旗を神奈川へ持ち帰ることとなりました。まだまだ歴史の浅いチームですから、本当にこういうふうなことでですね、神奈川県に優勝を持ち帰れてよかったなというふうに思ってます。やっぱり東福岡がずっと目指してやってたので、まあ、最終的に同点という形ですが、まあ、そこまで引き詰められてよかったですね、はい、そうですね、まあ、やっぱり高校3年間のうち、まあ、最後はやっぱり伸びてきたんで、まあ、いい形で、まあ、こういう舞台にも立てられたんで、まあ、非常に嬉しいです。全勝優勝っていうのが目標、まあ、最終的に、まあ、本当目標だったんですけど、まあ、でもやっぱりロッカールに戻ってからとか、まあ、胴上げの時とか、やっぱり優勝っていいなっていうのはありました、はい、他の下級生のメンバーが悔しがってる中では、やっぱり自分たちの分来年頑張ってくれるっていうところ、あとは今まで3年間一緒にプレーしてきたメンバーには自分と一緒に最後までラグビーをやってくれてありがとう、本当に感謝の気持ちです。